どうもこんにちは、まみよしです。今回は第1弾の iPhone の選び方解説動画に続いて、こちら iPad の選び方解説動画作っていきたいと思います。 iPad に関してはね、今僕が使ってる iPad 10世代もあるし、1個前の9世代安いやつもあるし、ミニでね小さいサイズで、そして無印よりもスペックが高い iPad Air、 さらにスペックの高い iPad Pro で、あと 12.9 インチのでかいモデルもあります。かなり種類があるのでね、結構ね選ぶの迷うと思います。今回もね、前回と同じくこの iPad 10世代はこんな人におすすめだよとか、それぞれのおすすめ点紹介して、その後にねそれぞれのスペックの比較っていうのをしていきたいと思います。ということでやっていこう。今買える iPad を並べてみました。 iPad 第9世代、 iPad 第10世代、そして iPad mini 6、 iPad Air 4、 iPad Air 5、 そして11インチ iPad Pro 第4世代、これ M2 iPad Pro になってます。ただね、今回ねこの第3世代1個古い M1 の iPad Pro に関しても比較の方をしていきます。まあ M1 でいきましょうか。 M2 に関してはね正直あまりおすすめではないので、これで比較していきたいと思います。で、この11インチ iPad Pro の第3世代に関してはまだね新品でも買えるので、その辺もねチェックしていきたいと思います。で、前回のね iPhone の比較動画と同じように、まずは一つずつどんな人におすすめなのか紹介していって、でその後にねスペック解説っていうのを詳しくやっていきます。で、この動画に関してはね結構文字が小さいところとかもあるんですけれども、動画を全画面にして、そこからね2本指でズームすると細かいところも見えるので、その辺も使ってみてください。まずこちらの iPad 第9世代、こちらに関してはとりあえず安いモデルを買いたい人ですね。こちらは新品価格 49,800 円から購入することができます。ただチップも A13 ということで結構古めなのと、やっぱりねこのベゼルっていうのが結構太めではあるので、あんまりおすすめはしないかな。まあ、ホームボタン式のタッチ ID がついてるっていうのはいいことかなと思います。そうだな、漫画読むとかには結構いいかなと思います。なのでとにかく安く iPad を試したい方は iPad 9世代がおすすめ。続いて iPad 第10世代に関しては、これ僕ねイエロー使ってるんですけども、意外と気に入ってます。これの良さとしては、まずカラバリですね。このピンク、ブルー、イエローっていうのは他の iPad にはない色なので、まあ珍しいカラバリ使いたい方っていうのはこの iPad 10世代いいかと思います。で、あとは iPad 9世代と比べてベゼルが細くなってるので全画面を使いやすい。で、そして iPad 9世代に関してはスピーカーがね、この下側2つで横画面にした時にステレオにならなかったんですけども、この iPad 10世代はこことここにスピーカーがついてるので、まあ、横画面にした時にねかなり使いやすくなってます。カメラもね横画面にした時に上に来るようになってるので、まあズーム会議とか、する方にとっても iPad 10世代は結構いいのかなと思います。そうだな、 iPad 10世代は横向きメインで使う方向けっていう感じです。スピーカーの音質に関してはまあまあって感じです。でもちょっとね高い感じはあるね。続いて iPad mini 6 78,800 円、こちらに関してはねサイズ感気に入る人はめちゃめちゃ気に入ると思います。ただ合わない人は結構合わないっていう、両極端に分かれる感じかなと思います。まあ YouTube 見る分にもね結構画面は大きいんですけども、パソコンとかと比べたり、あとはこういったね 10.9 インチのものと比べると結構小さめで迫力には欠けるので、その辺は人によるかなと思います。漫画読むとかにとってはかなり最高な大きさになってるかなと思います。この iPhone とかよりも画面比率的に横が長いので漫画かなり見やすいですね。で、そしてこの iPad mini 6のいい点、 iPad mini のいい点としては、 iPad 専用のアプリがこの小ささで動くっていう点ですね。なので例えば最近出たダヴィンチリゾルブとか、そういった iPad 専用アプリがこの iPad mini で動くので、その点はかなりいいと思います。まあ、安く iPad を手にしたい。で、小さい方がいい。で、スペックもそこそこある。そんなモデルかなと思います。続いて iPad Air 4行きましょう。Air 4に関しては、この iPad 10世代とほぼ一緒で、iPad 10世代よりもスピーカー音質がいいです。なんか iPad 10世代はでかい音にすると音割れしやすいんですけども、iPad Air 4は音割れしづらい感じ。で、チップとかも同じだし、iPad Air 4と iPad 10世代はほぼ一緒ですね。ただ、ペンシルの対応が違って、iPad Air 4はペンシル2、iPad 10世代はペンシル1なので、Apple Pencil 使いたい場合は、この iPad Air 4の方がおすすめです。
iPad 10世代はペンシル使いづらいですね。なので iPad 10世代使う方に関しては、サードパーティー製のペンシル使うのがおすすめかなと思います。iPad Air 4のインカメは超広角ではないので、そこだけ注意。まあ迷ったら iPad Air 4を中古で安く買うとかがいいのかなと思います。多分ね、iPad 10世代よりも iPad Air 4の方が中古で安く買えるんじゃないかなって思ってます。続いて iPad Air 5ですね。こちらは M1 チップを搭載した iPad になってます。まあ、大体の仕様は iPad Air 4と一緒ですね。チップが変わってインカメが良くなった感じ。で、カラバリもね、Air は結構いろんな色があります。続いて iPad Pro ですね。これ11インチと 12.9 インチあるんですけども、まあ大きさが違うだけです。で、個人的におすすめなサイズはやっぱ11インチですね。12.9 インチも買ったことあるんですけども、とにかくでかーくて重いので、ちょっと取り回しはしづらいかな。なんか机固定とか、そういった分だったらいいと思うんですけども、あんまり使いやすいなとは感じませんでした。やっぱ iPad は11インチが一番使いやすいかなと思います。で、こちらの iPad Pro M1 モデルなんですけども、M1 チップ搭載しててスペックも良くて、で、なおかつね、1年前の型落ちなので若干安く買えます。価格 .com の価格を見ると、最安値 99,371円、約10万円で買うことができます。まあ、この iPad Air 5がね、92,800円。なので、まあ、約プラス8000円ぐらいでプロにできるっていう感じ。で、この11インチ iPad Pro に関しては、プロモーションディスプレイを搭載しているので、プロ以外の iPad と違って、画面のリフレッシュレート1秒間に60回更新なやつが120回になります。それによって、かなり滑らかに画面が動くので、ゲームをやる人も快適だし、あとはちょっと目にも優しいかなと思います。とにかく見やすい。っていう感じですね。まあ、簡単に言うと、安く済ませたいなら、iPad 無印で、小さいのが欲しい、漫画読むのに使いたい、 iPad アプリを動かしたいだけとかだったらこの iPad mini、 まあ iPad 初めてだけど長く使っていきたいなとか、ほとんどの人が満足できる iPad に関してはこの iPad Air シリーズ、 Air 4でもいいかな。M1 チップ搭載のやつだと解像度、画面を広くできたりしますね。まあこれからのことを考えると Air 5でもいいかもって感じ。で、プロに関してはペンシルの反応とかも 120Hz だと良くなります。なのでペンシルを使う、イラストを描くとか重いゲームをするとか、そういった人がプロ買うべきかなと思います。ということで、それぞれのね、スペックっていうのをチェックしていきましょう。まず画面サイズですね。画面サイズに関しては iPad 9世代が 10.2 インチ、iPad 10世代が 10.9 インチになってます。これもね、iPhone の時に説明した通りで、この対角線上の画面サイズを測るので、このベゼル分ね、iPad 9世代が小さくなってるだけっていう感じです。なので、この横幅っていうのは一緒ですね。縦幅がちょっと違う感じ。で、iPad mini は 8.3 インチ。で、iPad Air 4、Air 5。が 10.9 インチで、11インチ iPad Pro が11インチです。まあ、これはね、ベゼルがプロの方がね、1ミリ細くなってるので、このサイズが違うんじゃないかなと思います。多分そう。まあでも 10.9 インチも11インチも大差ないです、ほぼ。で、ディスプレイに関しては、iPad 9世代がレティナディスプレイ。で、他のやつがリキッドレティナディスプレイになってます。これ、リキッドレティナディスプレイと普通のレティナディスプレイの違いなんですけども、普通のレティナディスプレイは、ここのディスプレイの端が角張ってます。で、リキッドレティナっていうのはここが丸まってます。それだけです。画質の違いとかは特にありません。で、色味、画面の色味に関してはちょっと違って、iPad 無印は sRGB カラー。で、他のやつは P3 の公式引きになってます。P3 に対応してる方が色が鮮やかとか、こう、再現性が高いものになってます。比べないと分かんないレベルなので、あんまり気にしないでもいいかなっていう感じです。で、反射防止コーティングっていうのが、無印にはされてません。まあ、アンチグレアとか使えば気にならないので、そこまで気にしなくてもいいかなと思います。反射防止コーティングあってもね、反射はするので。で、中に入ってるね、チップなんですけども、iPad 9世代は A13 チップ。これ iPhone11 と一緒です。で、iPad 10世代が A14。A14 っていうのは iPhone12 と一緒ですね。で、A15 が iPhone13 っていう感じです。で、14と15に関してはそんな差はないかな。そこまで大差はなくて、13と14は割と変わった気がするので、まあ、例えばゲーム快適に動かしたいとか、動画いじりたいっていう方は最低でも A14 チップを搭載した iPad 10世代以上っていうのがいいかなと思います。で、まあ動画を扱うんだったら、このメディアエンジンとかが入ってる M1 以上、そうだな、4K 映像を扱うとかだったら、この M1 チップ対応した、iPad Air 5もしくは iPad Pro 選ぶのがおすすめです。ゲーム性能は、
まあそんなに変わんないかな。 M1 の方がいいけど、値段のことを考えるとどっちでもいいかなっていう感じですね。カメラに関してはどれもそんなに変わんないですね。 iPad 9世代だけちょっと画質が悪いよっていう。外画面は全部12メガピクセル、1200万画素で一緒です。でプロは超広角カメラがついてるけど、これも画質悪いのであんまりっていう感じ。まあ iPad の外画面ね、使う人そこまでいないと思うので、この辺は気にしないでもいいのかなと思います。でインカメはね、結構違います。インカメに関しては iPad Air 4だけ700万画素の超広角じゃないやつです。なのでビデオ会議とかする場合っていうのは若干扱いづらいです。でその他のやつは全部ね、超広角のインカメになってます。で超広角だとこう自分のことを追尾してくれたりする機能もあるので、あ、これですね、センターフレーム。なのでこれはまあ搭載してた方がいいかな。ただ画質に関しては悪いね、センターフレーム。トリミングするので画質はあんま変わんないかもな、この7メガと12メガ。で、1個だけ違うのが、この iPad 10世代に関してはカメラが横向きになってます。なので、ビデオ会議するとき、今までのものだと画面横向きにしたときにね、カメラが左右どっちかに寄ってて若干目線がね、変になるんですけども、こっちはね、真ん中にあるので目線が合いやすい。なのでビデオ会議をする方の場合は iPad 10世代がこの中で一番いいかなと思います。で端子ですね、端子に関しては iPad 9世代だけライトニングで、他は全部 USB-C になってて、 iPad Pro だけサンダーボルトにも対応してます。高速のやつですね。まあ、サンダーボルトのものを使う人はあんまりいないと思うので、この辺もそこまで気にしないでも大丈夫ですね。使う人はわかる、多分ね、わかると思います、これが必要で。はい。で、コネクタどっちがいいか問題に関しては、まあ、USB-C の方が今後使っていくのにいいかなと思います。iPhone15 とかもね、USB-C になるみたいな噂もあるので、まあ、なるかわからんけど。なんで USB-C の、やっぱ iPad 9世代以外を買った方が、まあ、今後ね、端子統一できていいかなと思います。あと USB-C の方が対応してるアクセサリーも多いです。例えば USB ハブとか、あとは USB-C のマイクとかね。なので USB-C の方が汎用性が高いので、いろいろつなぎたいとかいう方は、ライトニングの iPad 9世代はやめた方がいいかと思います。続いてボタン類に行きましょう。iPad Pro だけ Face ID になってます。それ以外は全部 Touch ID。これ Touch ID と Face ID どっちがいいか問題なんですけども、個人的には Face ID が好きですね。やっぱりこう iPad 立ち上げます、パスワードを設定してると、このタッチ ID に触んなきゃいけないんですけども、 iPad 9世代の場合はね、これ画面の下にあるので、こう横向きにしてる時にね、親指が当たりやすい場所にあります。ただ他の iPad 10世代、 iPad mini、 iPad Air 4、5とかに関しては、この電源ボタンのところにあるんですよね。でこれが横向きに持った時に、いちいちね、こう指を持ってかないといけないっていうのが割とめんどくさいので、この辺はね、ちょっと好み分かれるかなと思います。僕はちょっと苦手かな。 Face ID の場合っていうのは、これめちゃめちゃ楽で、こう横向きに持った時とか、まあ縦に持った時でも、こう下からね、バーを上にスッとやることによって顔を認識してすぐに開けられる。あとキーボードをつないでる場合とかも、いちいちね、この電源ボタン触んなくても解除できるので、それは楽かなと思います。ただ Face ID にもデメリットがあって、結構ここの Face ID のセンサーを横向けに持った時に親指で隠れちゃう、隠しちゃうとか、そういった問題もあるので、まあどっちもどっちかなっていう感じですね。好きな方を選んでみるといいかなと思います。はい、続いてスピーカーですね。こちらもかなり大事になってきます。 iPad 9世代古いやつはステレオスピーカーになってるんですけども、これはさっき言ったように下側についてます。下側の左、下側の右。なので横画面にすると片側からしか音出てこないで、ちょっと違和感があります。で他の iPad に関しては全部ね、横向きにした時にステレオになります。下側と上側に一つずつついてる感じになります。で iPad Pro に関しては4つついてます。こことこことこことここ。なので音質が一番いいのは iPad Pro になります。なので音質重視する方はプロシリーズ選んでみるといいと思います。あとマイクに関してもプロは5個もついてますね。スタジオ品質のマイク、他のは2つのマイクで普通の音質、まあ、だからマイク音質とかオーディオ関連重視する人はプロになります。で Wi-Fi に関しては iPad 9世代が5で、それ以外は Wi-Fi 6の規格に対応しています。まあ、ただね、ほとんどの家の Wi-Fi は実測値、まあ、早くても700メガとか、まあ、僕ん家は早い時で400メガとかなんですけども、まあ、Wi-Fi 5でもね、866メガ PPS 最大で出るので、まあ、ここら辺はね、そんなに体感差はないかなと思います。Wi-Fi 6のメリットとしては、まあ、通信してない時の
消費電力が少ないっていう点があったと思うんですけども、まあ、iPad に関してはね、家で使うことが結構多かったり、あともともとバッテリーの持ちが良かったりするので、そんなに気にしないでもいいかなっていう感じはあります。で、続いて 4G、5G とかに関してはセルラーモデル限定ですね。セルラーを選ぶ方であれば、まあ、5G 対応しているものを選んだ方がいいかなと思うんですが、まあ、4G でもね、割と YouTube とか快適に見れるので、まあ、ここもそんな気にしないでもいいかなっていう感じはあります。で、一番大事なのがこちら、ペンシルを使う方に関しては、Apple Pencil 第2世代に対応しているモデルを買いましょう。まあ、第1世代でもいいんですけども、充電方式がね、ライトニング端子にブスッと刺さなきゃいけないので面倒くさいです。しかも iPad 10世代に関しては iPad 10世代の充電コネクタが Type-C で、この Apple Pencil はライトニングなので変換端子をね、つなげないといけません。これが結構微妙で、そして Apple Pencil 2に関しては iPad の横側にペタッとくっつければ充電することができます。ペアリングも一瞬なので、 Pencil 2の方がおすすめです。で、反応に関しては、プロがやっぱり一番いいですね。こう、ラグが少ないです。120Hz の方が。昔、Air とプロで比べたんですけども、結構違いましたね。続いて、マジックキーボードがあるのは iPad Air とプロだけ。で、ミニは特にキーボードは売ってなくて、iPad 10世代はキーボードフォリオってやつですね。で、iPad 9世代はトラックパッドなしのやつ。まあ、サードパーティー製にもあるので、この辺はあんまり気にしなくてもいいかなっていう感じはありますね。はい、続いて容量いきましょう。iPad は何するかによって結構容量必要なサイズが違いますね。それこそゲームちょろっと入れて、音楽入れない、写真ビデオ入れないっていう方だったら 64GB でも普通に十分だし、動画編集するとかゲームをいろいろ入れるとかいう方は、まあ、256GB でも足りない方もいるだろうし、その辺はねちょっと使い方によって違うので、まあ、なんとも言えないかな。ほとんどクラウドでやったりダウンロードしない、そんなアプリを入れないという方だったら 64GB でいけます。動画を編集するんだったら最低2ごろは必要かな。まあ、128GB でもギリいけるかもしれないけど、余裕を持って2ごろがおすすめです。で、サイズとかに関してはまあ見た通りで、重量に関しては、まあ、iPad mini がかなり軽いですね。 300g 切ってます。他はまあ大体 500g いかないぐらいっていう感じで、 iPad mini はかなり軽いので、持ち運びが多い人に関しては iPad mini 6を選ぶといいんじゃないかなといった感じで、ディスプレイに関しては全部 LED IPS ディスプレイになってます。これ 12.9 インチだけリキッドレティナ XDR っていうミニ LED ディスプレイを搭載してます。まあ、有機 EL ディスプレイみたいな感じなので、最高級のディスプレイが欲しいという方は 12.9 インチの iPad Pro を選ぶ必要があります。まあ、ただそのためにあのでかい 12.9 インチを選ぶかっていうとちょっと微妙。画面の明るさに関してはプロシリーズだけちょっとだけ明るいっていう感じ。あ、で、あとここも結構違いますね。このフルラミネーションディスプレイになってると画面がちょっと奥まって見えるんですけども、この iPad 無印に関してはフルラミネーションディスプレイありません。まあ、ただ最近 iPad 10世代使ってるんですけども、あんまり気にならないかな。 iPad 9世代の時は気になった気がするけど、これはね、店舗で見てみた方がいいと思います。ペンシル使わないんだったら気にしないで OK かな。で、チップはさっき言った通りなんですけども、やっぱり動画編集する場合っていうのはこのメディアエンジンっていうのがかなり大事になってきます。このメディアエンジン、まあ普段編集する動画に関してはだいたい H264 が多いですね。こういったものにアクセラレーションがかかるので、 GPU、GPU の負荷をかけずにデコードとかエンコードっていうのができます。なので、映像を扱う人っていうのは、まあ、M1 チップを搭載してた方が快適に編集とかができますよっていう感じ。もちろんね、搭載してなくてもできます。まあ、若干カクついたりする可能性はあります。で、電源とかに関しては全部最大10時間で一緒です。あ、通信方式、これ行きましょうか。まず Wi-Fi の方式ですね。 iPad 9世代はまず Wi-Fi 6対応してないっていうのと、あと Bluetooth も 4.2 になってます。これ Bluetooth 最新のは 5.0 とか 5.2、5.3 とかね、なってるんですけども、ここ結構違いますね。 Bluetooth 5.0 になることによって、通信範囲、通信容量、通信速度とかが結構速くなったり広くなったりしてるので、ワイヤレスイヤホンをつないで家の中でうろうろするとかいう場合は Bluetooth 5.0 の方がいいかも。まあでも使えないことはないですね。普通に使えます。あとは iPad Pro だけライダースキャナーがついてて空間認識ができるっていう、
そういった感じです。まあ、まとめると iPad 9世代安く買いたい、 iPad 10世代横向きでズーム会議したい、安く大きな画面が欲しい、空張りが欲しい、 iPad mini 小さく iPad アプリを動かしたい、漫画が読みたい、まあ、iPhone より大きい画面で動画が見たい、 iPad Air 4安く Apple Pencil 2が使いたい、音割れしたくない、 iPad Air びで失敗したくない、 iPad Air 5は動画いじりたい、まあ、ゲームも快適にしたい、まあ、iPad Air 4でもゲーム快適にできるか、動画いじりたいか、ゲームをさらに快適にしたいっていう場合で、 iPad Pro も、まあ、動画いじりたいで、 120Hz のヌルヌルなゲームを有利に戦いたい、 Pencil 2を最大限の快適さで使いたいっていう感じになってます。 12.9 インチはさらにディスプレイが綺麗、画面がでかいという感じです。ということでいかがでしたでしょうか。まあ、iPhone の場合はそこまでね、使い方によって選び方に差っていうのは出なかったんですけども、 iPad の場合はね、本当に差が出てきます。サイズも3種類あるし、あと iPad に関しては本当にね、画面として使う方とかもいるので、そういった方だとね、無印のねスペックで全然いいし、まあ、僕はね今この iPad 10世代を YouTube 見たり、あとアマプラ見たり、あとは漫画読んだりに使ってるんですけども、まあ普通にね満足してます。スペックに関しても申し分ないし、スピーカーに関しても横画面でステレオで聞けるので、かなり満足しています。まあ、強いて弱点とすれば、まあ、寝っ転がりながらねこうやって見ることが多いんですけども、その時にね若干重いです。なので重さのことを考えると、やっぱ iPad mini っていうのが、結構いい選択肢かなと思います。あとここまで大きい画面もいらないかも。まあ、ただね、僕 iPad mini からこの iPad 無印に変えたんですけども、その時は画面でかくなって見やすって思ったので、やっぱないものねだりな感じもします。まあいろいろね店舗に置いてあると思うんで、ぜひ試してから購入してみるといいと思います。ということでね、 iPad どれにするか決まった方は、よかったらコメント欄で教えてください。僕はね今後 iPad mini 7が出たらね、ちょっとそっちで普段の仕事とかできるか挑戦したいと思ってます。今のところミニ7が楽しみですね、今後の iPad は。ということで以上、バイバイ。